現在のコンスタンディヌーポリ宗主教座聖堂である、聖ゲオルギオ世代聖堂の内観、方針礼寺の後継、右英体が歌っている、左側にイタリ聖書のイコノスタシスが映っている。英体とは、聖教会の方針礼において果たされる、定められた役割、及び定められた役割を担う、人々のことを言う。他教派のキリスト教における、聖歌体と、ほぼ同義の意味で用いられることもあるが、 口述の通り、文脈によっては、微妙に異なる意味で使われている場合がある。聖教会の自家教などの祈祷書中に、文言を読むか歌うかする担当者として、英体を指定している記述がなされている。この場合の、英体とは、方針例において歌うことが求められるものであって、教会で特別に訓練に励んでいる、聖歌隊もしくは聖歌隊隊員であるかどうかは、問われない。 小規模な教会では図教奉仕者が、この役割を兼ねて務める場合も多い。したがって、聖火隊員であれば、必ず英体の役割を果たしているは言えるが、英体であれば、聖火隊員であるとは限らない。英体に新品が加わるケースも、少なくない。右奥、イコノスタスの手前にある、祈祷所、学府置く、台の前に、図教と英体の任にあたる、複数人が集まっている例。 ここでは女性のみが担当している。上記と同様、制度内、祈祷所、学府多く、台の前に、図教と英体の任にあたる、複数人が同じ場所に集まっている例。ここでは男性一人と女性二人が担当している。基本的には図教も聖歌も、聖教会の祈祷はすべて歌われるものとして位置づけられる。そのため、聖教会において、 図教と成果の違いは明確に線引きできるものではなく、あくまで相対的なものである。このことから必然的に図教を担当する図教奉仕者と成果を担当する A 体との間の線引きも曖昧かつ相対的なものとなる。基本的には図教と成果との区別は、その戦率の変化の度合いによって相対的になされるが、いずれかであるか判断しがたい部分も存在する。 ロシア正教会、ウクライナ正教会などのスラブ系正教会では、図教部分はオラトリオなどのレチタティーボに似た、旋律や抑揚を極力抑えて、一定の恩恵を保って了承されるのが常であり、旋律をつけられて歌われる成果の部分とは一見、区別が容易である。しかしながら、祈祷所中のいずれを歌うか図教するかの選択は、方針例を執行している新品の判断に追う。 ところが大きく、可変的な部分が大きい。また、ポロキメニア、精鋭の読み方、歌い方の指定にも見られるように、英体と図教が区別しがたいほどに濃密な連携を保っている場面も少なくない。従って、小規模な教会では、図教奉仕者と英体担当者、及び図教奉仕者、英体の立っている場所とが同一である場合も多い。 ギリシャ聖教会をはじめとしたギリシャ系聖教会では図教部分も歌われることが多い。この場合、上述のスラブ系聖教会よりも図教と聖下図教奉仕者と英体の区別を行うことはより困難となる。新品よりも法神霊においては声を発する場面が圧倒的に多いのが図教奉仕者と英体であり、多くの教会でこれらの役割は重要視され、 日本正教会においても、その担当者の要請は、極めて重要なものとみなされている。現代では、祈祷所中で担当者が、英体と指定されている部分を、回収全員で歌唱することも、少なくない。比較的歌うことが容易な旋律が用意されている、ことの多い連灯部分や、神業天守業などがその対象となることは多い。日本でも、ニコライ堂に見られるように、 大規模な聖火隊を用意し、ほとんどの祈祷文を訓練された、聖火隊が英隊として歌うことが、大井大教会においても、神業、天守業は、回収全員で歌唱される習慣が広く、行われている。また、小規模な教会では、回収のうちほぼ全員が英隊となって、方針例に参加し、多くの場合で回収と英隊の区別が、相対的なものになっている。ただし、かつては、 教習の一員としての役割が強調されたこともあり、英体の役割を選ばれた信徒に限定する伝統的傾向は残存している。英体の役割を特に祝福された聖教信徒に限定し、基本的には洗礼を希望する者にも、英体への参加は、洗礼以後に求める新品も存在する。上述した通り図教奉仕者と英体の役割は、極めて大きなものである上に、 最福まで着用して行われる図教と英体の役割の区別は相対的なものである以上、英体もまた方針例において重要な役割を担う神の民と位置づけられるのであり、神と以外のものに広く解放されるべき職分であるとはあまりみなされないからである。最近では戦況への配慮から司祭の祝福により、 正教会に来た、非神とも英体に一時的に参加することが個別に許されるケースも少なくない。ただし、大教会の大規模な専人の聖火隊においては、そうした事例はなくはないものの稀である。新品の判断により、図教とされているところが謳われることもあれば、英体と指定されているところが図教されることも多い。正教会の方針では、立って行うことが基本である。 ロシア製教会などでは椅子があまり置かれていない教会が多いのに対し、ギリシャ系製教会では超椅子が置かれている教会も多い。ただしその場合も、英体のためには椅子が用意されていないことが多い。ありがとうございます。